はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。テディ・ボマー様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。今日6月11日に予定してました NHK ネット聴取反対デモなんですけれども、台風の影響で、昨日の時点では終日雨と、しかもやや強くっていうことで、延期、6月18日に延期の告知したんですけれども、動画とツイッターの方でね。ですけれども、延期を知らない人が、現地に、集合しちゃった方いると、ちょっと、あれ誰もいねなんて、慌てると気の毒だなと思って、今日現地に集合時間まで、おりました。1時半、集合時間で、1時から1時半まで待って、たんですけれども、幸いなことに、延期の告知が、行き渡ってたみたいで、誰もいらっしゃいませんでした。明日、警察で、手続きが完了したら、正式に告知し直します。来てねー。来てねー。6月24日、豊島区某所で、メール党員限定懇親会あります。ご応募ください。7月1日17時、制作報告会やります。いらしてください。いずれも詳細は動画説明欄、もっと見るをクリックして、見てください。自称公共放送の NHK、不法滞在スリランカ人と一緒に暮らす母子家庭、母ちゃんと娘のドラマを放映しまして、人間として扱っている。幸せが突然奪われたのは彼が外国人だったからなんてサブタイトルつけて、まるでね、入管に収容され引き剥がされる3人通お涙頂戴で不法滞在を正当化しておりました。彼が外国人だったからじゃなくて不法滞在者だったからじゃんね、引き剥がされるのは。日本人でもなんか犯罪起こしたら逮捕されて引き剥がされんじゃねえのっていう話なんですけど、そこはそれNHK80 年近く国民を騙したテレンテクダ、シュレンって読むのかな、シュレンって読むのあれって。テレンテクダ。シュレン主観とは読まないよな。でですね、そういうイメージを植え付けることに大成功なのかな。あらすじ読んだだけですけれども、なんか頭が弱い女性と娘が日本にいる資格がない外国人に騙されて金と住居を提供している話にしか見えないんですよ。あんた騙されてませんかみたいな。入管は徹底的に悪役になってるしね。入管法はもう改正されたのに全くしつこいんですよね。この作品はフィクションですって後につければ何でも許されると思うね。フィクションと現実の区別つかねえ人たくさんいるんだからさ。それともこれはNHK が支持者向けに用意したガス抜きのドラマなんでしょうか。立花正でググると予測変換に逮捕間近と出てきて笑う。そうです。逮捕間近って出てきちゃって。だから立花隆逮捕間近で検索してる人多いって話だよね。ガーシーの共犯だもんね。多分ガーシーの起訴決まったら断れない任意同行されるんでないですかね。ちょっとお話聞かせてください。なんつって、断れない。全然断れないってですね。NHK と立花隆、ガーシー弁護のために寄付を募る。弁護士5人で2000万円必要です。炎上。擁護コメント、皆無。一般案です。その前に NHK をなんとかしろよ。NHK をぶっ壊したら出してやる。人の金当てにすんだよ。ガーシー金持ちのはずだが、刑事なんだから、国選でいいだろうな。本当にガーシーの弁護費用になるの？立花の遊興費になってしまわないだろうか。税金改正豚野郎。立花の遊ぶ金になるのがオチ。NHK は元気だし、何やってんだこいつ。金足りない、もっとよこせって、お前は NHK が。ガーシーの罪が軽くなるのは嫌だ。最強の弁護団5人、民事と違って、判例豊富な刑事裁判なんだから、超優秀な弁護士がつこうと、何人つこうと、そんなに判決変わんないよ。日本の刑事裁判って年間50万件っていう話ですからね。判例豊富ですよ。どんな状況でも似たような判決がもうすでにあるはず。いっそ無料の国選弁護士でええやんけ、こんなの。こんな変わんないよ、刑事事件って。優秀な弁護士つけようが、弁護士100人つけようが、弁護費用になりそうもない。それですね。2000万って実は、立花が今すぐ必要な額なんじゃねえのなんて、勘ぐってしまいますけれども、NHK 問題解決したなんて言っちゃってるので、NHK 問題は日本改革党にお任せください。なんか金集め、詐欺っぽいな。本当にガーシーの弁護士に渡るんだろうか。弁護士は5人つけて2000万って1人400万要求してるって、刑事事件でそんなのっちゃねえでしょ。東京の刑事事件の、弁護士の相場は30万ですからね、30万。10年取引がないと、休眠口座とみなされ、休眠口座基金に没収と。今、規模は600億円程度あるそうであります。増えることはあっても、使わないと全然減りませんね、これ。岸田総理、NPO や社団法人の孤独・孤立支援事業に充てる方針。あなたの街のコラボがまた増えちゃうって話ですね。一般判断です。人の金勝手にすんなよ。お前はまた人の金目当てか。勝手に私有財産を横領すんな。人の懐に手を突っ込み出したぞ。好きで孤独になってるやつの支援なんか必要あんのか。10年で没収って決まってる。嫌なら預けるな。これ預ける時ですか？没収されて文句言う人に対してですか？10年で没収はもう決まってることで口座作る前にね、嫌なら預けるな。これも一理あんな。一般会計に参入するならともかく、用途指定っておかしくね？これね、用途指定はよくやる手なんですけど、例えばですけどね、消費税は福祉関係にしか使いませんとか言ってて、福祉関係の総額って30兆円ぐらいで、消費税が20兆円ぐらいかな。オーバーしそうもないんですよ。あとね、金に名前書いてない。それでね、福祉、消費税減税しろって言うと、福祉に金が足りなくなるとか言い訳始めて、決して減税させないっていう、金に名前書いてあんのかみたいな、そういうようなね、ヘリクスなんですけどね。NPO を支援してなんか成果が出たことあんの？孤立孤独者を支援するのではなく、支援する人に金を渡すということだから、使い道が適当にも程がある。いくらあぶく銭って言っても、没収されたくなければ預けんな。正論だが、普通の人は、まあなんやかんや引き落としとかって、10年動きがないっていうのは、稀ですよね。一体どういう没収されちゃうのは、10年動きがない口座って何なんだろう。作ったことすっかり忘れてる口座ですかね。100円ぐらいしか入ってなくて。コラボその他で大問題になってるのに、これ総理知らないんですよね。あとね、閣僚、大臣とか副大臣、つまり岸田政権中の、岸田のチーム、知らないんでしょうね。誰も言いやついなかった。テレビじゃやらないし、総理はテレビしか見てねえしね。総理が我々より情報持ってないって絶望的じゃないこれ。岸田文雄65歳なんですけど、同じ年のね、靴沢チャンネル登録者さんよりも全然情弱だと思いますよ。何にも知らねえっちゅうかね。LGBT 理解増進法が成立しちゃって、これからですね、全国の学校に講師を派遣授業であるとか、理解を深めるためのイベント開催であるとか、その他で思う存分公金チューチューすんだろうな。もちろん自民党議員もおこぼれ預かんだろうな。おかげでですね、実質税負担率 47.5% の超重税国家、5公5民。昼今日マックに行ったんですけど、日曜ということでね、親と幼児が普段よりたくさん見受けられました。あの子ら生まれた時から 47.5% か。私が生まれた頃は 25% ぐらいだったんですよ。全くいい大人としては申し訳ない。私なんかね、幼児のおじいちゃんぐらいの年になってますから、全く申し訳がない。今の子供のためにですね、100% 徴税目指す、財務省の鬼どもと、人の金でいい格好したいっていうね、自民党のバカ議員でも、なんとか是正しないといけないの、焦っちゃいますよね。18歳以上の男女、1000人に聞きました。期待できる政党は、維新 21%、自民 14%、国民 5%、立憲 4%。期待できない政党は、政治 24%、 これ立花のとこですね。自民 24%、 同率1位、立憲 15%、 2位、比例はどこに投票するか、自民 18%、 維新 15%、立憲 4%、 民民 4%、維新、これ自民党うかうかしてらんないんじゃないわ。けどね、LGBT 法とか通しちゃうような、間抜けな自民は、ちょっとダメージ食らって、ピッとした方がいいんじゃないの。ピッとした方が。もっとね、ネトウヨっていうか、我々、ネットで物申してる情報集めした方がいいんだねーな。岸田政権、岸田チーム、全くの情弱ですもんね。河野太郎なんかバカにしやがって、こっちのことを、一部のネトウヨが騒いでるだけかなんか言っちゃって、これね、痛い目見た方がいいよ、ちっとね。野党を支持できない理由は、最多回答、批判ばっかだから。51%、 現実的な対案を出さないから 47%、現実的な対案を出さずに批判ばっかりっていうのはちょっとかぶってるような気がしますけれども、この調査の回答者結構物知りなんじゃないのかな。一般判断です。立憲支持者が 4% もいることに驚き、採決の邪魔が本業山本太郎が考えなしで大失敗する維新か、悪意を持って国を滅ぼそうとする立憲か、つまり日本人は維新推しじゃなくて、立憲共産令和にノー。維新を応援してるわけじゃない。立憲共産令和は嫌だ。自民も嫌だっていう人が維新に流れてくるっていう意味でしょうか。自民より維新か、岸田は増税しかしとらん、イメージだもんな。ネットとツイッターでパヨ G が応援してくれるから大丈夫。立憲大丈夫。自民は期待できる2位で、期待できないが同率1位だったんですけど、幹部連中のね、林とか河野とか茂木の頭の悪さや、LGBT 法当事者あたりに、絶望してんでしょうね。あと上が詰まりすぎてて、パッと変われない雰囲気もあるしね。高市さん、青山さん、小野田さん、杉さんあたりで、右自民党作ってくんねえのかな。そしたら、すぐ応援できんのにね、なかなかそうはいかんのね。各種調査から立憲が次の選挙で惨敗するのは、確定的ですね。今の97人から半減すっかな。一桁ぐらいになってくれたら嬉しいんですけどね。社民党、社会党、150人もいった社会党が、今や、衆院誰もいなくて、福島みずほたった一人。あれもう一人ぐらいいいんですか、いいんでしたっけ。沖縄のじいちゃん議員、いるんでしたっけ、忘れちゃった。ネットで議論。なぜ立憲はあんなにも入管法改正に怒り狂っているのか。なぜなのか。なぜあんなに外国人のために怒っているのか。一般意見。支持者の思想や支持者向けのやってる感。有権者を見ずに支持者を見るのが立憲クオリティ。妥協したら負けという赤思想。謝ったら死ぬっていう病気ありましたよね。やってる感出したいから。反対しかできないから。基本的に外国人目線の党だから。反対しないと民主党が入管法を改悪したと認めることになるから。ですね。民主党がダメダメにしちゃったんですよね。で、反対しないと民主党がダメダメにしちゃったことを、やっぱりダメですよね。って認めることになっちゃう。心が外国人だから。名誉日本人ってやつでしょうか。活動家による活動家のための政党だから。外国人犯罪者の味方をすれば褒められるから。シンプルに頭がおかしいから。有権者イコール日本人のために働かないと支持率上がんないっていつ気がつくんでしょうね。外国人と LGBT さんのような少数のために頑張って多数派放置してバカすぎんだよね。不法滞在者が難民申請できる国の方が少ないっていうか、ほとんどの国は問答無用で送還すんじゃねえ、不法滞在。お前不法滞在って言ったら問答無用で。なんか改正で2回までできるってことになったみたいですけど、難民申請。そんなに状況変わるわけない。1回目の審査と2回目の審査、そんなにね、状況が変わるわけないんだから、1回でいいのにね。外国の左翼政党は単純にですね、大きな政府、税金いっぱい払ってもいいから、福祉をいっぱいやってくれって大きな政府、を希望してるんですけど、立憲共産令和社民って外国のスパイっていう大きな特徴ありますよね。なので、有権者じゃない外国人のために働けば褒めてもらえるんでしょうね。早くスパイ防止法欲しいっすね。欲しいっすね。というわけで、来週6月18日日曜日、NHK ネット聴取で反対デモをやります。皆さん、来てねー。お願いしまーす。デトックスジャパン。